宇宙の狐こと尾上義明、親しみを込めてサケ様と呼ばれるその人物像に迫る。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、宇宙の狐こと尾上義明について紹介していこうと思います。戦国大名のあだ名ってかっこいいものが多いですよね。上杉謙信なら越後の龍、伊達政宗なら独眼龍、もちろん豊臣秀吉のハゲネズミ、明智光秀の金華頭なんて微妙なものもありますが、ところで今回ご紹介する最上義明は宇宙の狐と呼ばれることもあります。狐、イメージ良くないですよね。しかし現在、一部の歴史フリークからは彼は親しみを込めてサケ様と呼ばれています。さて、狐かサケか、最上義明はどんな人物だったのでしょうか。身長180センチの大男、妹を溺愛。天文15年1546年の元旦、では山形県に生まれた最上義明、いきなりめでたいですね。同世代には武田勝頼や黒田義孝、官兵衛がいます。小さい頃から体格が良かったそうで、5歳にして12歳くらいの体つきをしており、後に身長は約180センチになりました。当時の男性の平均身長は160センチに満たないくらいですから巨大です。これだけで相手を威圧できますね。しかしそんな義明は妹の義姫を溺愛していました。義姫は後に伊達輝宗に嫁いで政宗を産んでいますが、そんな妹を嫁に出してからも義明はとてもまめに手紙のやり取りをしていたんですよ。姻戚とはいえ、時には敵対することもあった家同士ですから、手紙のやり取りには慎重になるはずですが、そんなものを全く気にせず、まるでラブレターみたいな手紙を送っています。義姫も強い女性だったんですが、義明は妹が大事なあまり、戦場に乗り込んできた彼女に停戦を懇願されて、それに応じちゃったこともあるんです。シスコン。ついでに政宗も母の頼みに負けて停戦してます。マザコン。とにかく肉親とのいざこざ多し、父親編。妹の嫁ぎ先伊達家との油断ならない微妙な緊張関係も続いていましたが、元亀元年1570年頃から義明には父との確執もあったようです。一度は家臣の取りなしで和解しましたが、数年後また険悪になってしまいました。一体何があったの？この裏には父が弟を贔屓したからという説もあるんですが、これが創作ではないかとも言われているので正直はっきりしません。ただ肉親の関係って一度こじれるとなかなか元に戻らないことがありますから、義明と父もそんな感じだったのかもしれませんね。家族は大事にしましょう。そんな風に家の中で揉めてる隙に、伊達輝宗、政宗の父が中東を助けるのだという名目で最上領内に侵入。そんなわけないじゃないですか。あわよくば領地取っちゃおうって魂胆ですよ。しかも出羽国内の豪族たちまで義明の父側についてしまって大ピンチではあったのですが、どうにかこうにかこれを切り抜け、いつの間にか父子は和解したんです。やっぱり家族の大切さに気づいたんでしょうか。宇宙の狐、調略を駆使して出羽統一。出羽国内では大きな力を持っていた最上家でしたが、まだ従わない国人もいました。その中には義明を出し抜いて、私を出羽の神にしてくださいと時の権力者織田信長に願い出た輩もいたんですよ。これにはかつて一応室町幕府から宇宙短大大宇地方を統括する役職に任ぜられた最上家のプライドが黙っちゃいません。義明がここで宇宙の狐と呼ばれた本領を発揮します。
まず信長に弁の立つ家臣を送って自分がいかに正当な羽州短大であるかを説明させ、ついでに贈り物攻撃もして信長に自身を出羽守と認めさせます。そして自分を出し抜いて信長に願い出た国人に対し、自分が重病になってしまったから後を頼みたい、だから城まで来てくれと頼み、やってきた相手を殺してしまったんですよ。こんな風に策を用いて相手を制圧していったので、義明にはいつしか危険なやつイコール羽州の狐なんてイメージがついてしまったようです。ただ前述の暗殺劇に至るまでには、義明も相手を懐柔しようといろいろ手は尽くしていたんですよ。自分の嫡男義安と相手の娘を縁組させようと提案したんですが拒否されたので、もうこれは殺すしかないということになったんです。直接武力に訴える前に義明はまず調略を用いました。心理戦や懐柔策、時々は陰謀ですが、によって相手を降伏させるか味方に引き入れるかして、着実に自分の兵力を増やしていったわけですね。これって頭いいですよね。戦をすれば多かれ少なかれ負傷者や死者が出るわけですから、そのダメージを最小限に抑えていたということになります。食えない甥っ子でも鮭を送る、鮭様誕生。さて伊達家に嫁いだ義明の妹義姫が産んだ政宗は義明の甥っ子にあたるわけですが、決して可愛いだけの存在ではありませんでした。時には敵と味方に分かれ争うこともあったんです。そうでない時でも笑って握手をしながらもう片手には刃を潜ませているという関係でした。天正14年1586年の大崎合戦では敵対し、慶長3年1598年の慶長出羽合戦では苦戦する義明を支援する姿勢を見せつつも、政宗が密かに領地拡大を画策するという未遂ですがこともあったんですよ。でもまあ結局は激突することはなかったんですけれどね。お互い食えないやつだと思っていたんじゃないでしょうか。でも親戚は大事にした方がいいと思います。そんな関係でしたが、義明と政宗は手紙のやり取りもしていますし、義明は鮭を送ったりしています。義明の大好物は鮭だったといいます。自分で食べるだけでなく、家臣にも甥っ子にも仲良しの徳川家康にも送っているんですよ。どれだけ鮭を広めたいのか。しかも鮭がつく家臣もいました。鮭の部秀綱、これはもう鮭様と呼ぶしかないでしょう。ということで鮭様と呼ばれるに至ったのです。多分。ちなみに鮭の部の家臣が義明の次女と密かに恋仲になると、激怒した義明は二人に死罪を申し付けます。しかし鮭の部の取りなしにより渋々それを引っ込めました。すると後に鮭の部の家臣は鮭の部のために戦で戦死し、次女はその後を追って自害してしまったんです。それを聞いた義明は男泣きし、二人を手厚く弔ったとか。まあ鮭の部ができたお人だったという話になっちゃいますが、義明にも人情があったということで、この鮭の部秀綱の動画は右上のおすすめから見られます。秀吉への恭順、しかし娘に悲劇が。信長の死後は義明も他の戦国大名たちと同様、豊臣秀吉に恭順して三男の義親を人質に出し、出羽の領地を保証されます。しかしそこはさすが羽州の狐、次男の家親を徳川家康の小姓に差し出し、そちらともしっかりパイプを作っているんですよ。家康とは3歳違いで年も近く、結構仲良くしていたようです。とまあこんな風にうまく外交戦略を駆使していた義明ですが、文禄4年1595年に悲劇に直面します。秀吉の養子で将来の後継者と目されていた豊臣秀次が娘の駒姫を見初め側室にと要求してきたんです。何度か断ってはいたのですが、駒姫が15歳になったのでついに差し出さなくてはならなくなりました。
しかし駒姫が上京した矢先、秀次は秀吉の布教を買い、諸説あり切腹させられてしまったんです。しかも妻子まで全て殺せと秀吉は命じたのでした。まだ駒姫は秀次にお目見えすらしていなかったと思われます。義明は家康を介して必死の除名嘆願をしましたが、それでも秀吉は彼女を助けてはくれませんでした。哀れな駒姫はここで15歳の命を散らしてしまったのです。義明の落胆はひどく、何日も食事をとることもできませんでした。しかも追い打ちをかけるかのように娘の死にショックを受けた夫人まで亡くなってしまい、義明は娘を秀次に嫁がせたということで連座させられ、謹慎処分となってしまったんです。この悲劇は豊臣家に対する決定的な恨みを残すことになり、義明がさらに家康側に近づいていく要因となりました。これはもう仕方ないですよね。可愛い娘を殺され、妻は亡くなり、自分まで罪に問われるなんて、こんな理不尽があるでしょうか。上杉は俺がやる、慶長出羽合戦での死闘。こんな風に辛い状況にあった義明ですが、領土面でも厳しい相手とやり合っていました。それが越後、新潟県を支配していた上杉景勝です。上杉方に義明は庄内地方を奪われてしまったんですよ。ここは日本海に面した場所ですから、ここを奪われると最上としては非常に痛かったんですね。後に上杉景勝は会津、福島県に移封されますが、相変わらず最上領に接していることは変わりなく、目下一番の敵でした。そんな中、秀吉が亡くなると徳川家康は上杉征伐に打って出ます。東北でいち早くそれに呼応したのは義明でした。しかし西では石田三成が挙兵したため、家康は本隊を連れて転進してしまいます。すると東北諸将の中には国に帰ってしまう者が続出。甥っ子政宗といえばこっそり講和しちゃったりして、気づけば上杉と戦うのは義明だけになってしまったんですよ。それでも義明は上杉に戦いを挑みました。これが北の関ヶ原とも呼ばれる慶長出羽合戦です。上杉軍は24,000、義明がこの地に動員できるのは3,000ほどで、不利は明らかでした。しかし上杉景勝の右腕直江兼続に対して、長谷道場にこもった義明の家臣は1000人だけで頑張り通したんですよ。こうして彼らが奮闘している間に関ヶ原本戦が終了、西軍敗戦の知らせに上杉軍は撤退していきました。助かった。そして長谷道場の皆さん、よくやった。こうして庄内地方も奪い返し、戦後の論功交渉によって義明は出羽山形57万石の領地を得たのでした。押しも押されもせぬ立派な大大名です。ちなみに義明、この戦いの時退却する上杉軍を深追いしすぎて兜に被弾してます。危うく死ぬところでしたよ。昔敵陣に突っ込んで首を取って帰ってきて、家臣に大将がそんな軽々しいことしないでくださいと怒られたこともあったんですが、そんなうっかりさんなところも酒様なんて呼ばれ親しまれるゆえんかもしれませんね。またも肉親とのいざこざ、息子を失う。太平の世となり城下町を整備し、内政に力を注いだ義明は名君として東北に君臨しました。しかし嫡男の義康との確執が生まれてしまいます。次男家親は家康に仕えており、その覚えもめでたく、家康もどちらかというと家親が最上家の後を継いでくれたらななんて思っていたみたいです。するとおそらく家親を推したい家臣が義明と義康の離間を図ろうと、義康についてよからぬ根も葉もないことを懺言したようなんですよ。しかも義明それを聞き入れてしまったんです。そして義康は高野山へ追放され、その途中で暗殺されてしまいました。義明は息子の首を見て涙したそうですが、時すでに遅し、自分が若かりし頃に父と対立して家内が大変だったこと、
もっと早く思い出してほしかったです。やがて義明も老朽に差し掛かり体調を崩すようになります。しかし病を押して家康のもとに参上し、最上家の後を家康に頼みました。それから国へ戻ると間もなく亡くなります。69歳の生涯でした。実はこの後、最上家は跡継ぎをめぐるお家騒動などで改易され、旗本の身分にまで降格してしまったんですよ。義明、草葉の陰で泣いたでしょうね。まとめ。1、妹が大好きな大男だった。2、父親とかなり揉めた。3、調略を駆使して出羽を統一、羽州の狐と呼ばれる。4、鮭を送りまくったので鮭様。5、娘を嫁がせた途端に殺されるという悲劇。6、慶長出羽合戦で上杉勢を破る。7、息子と揉めた挙句に暗殺されてしまい深く後悔。ツッコミどころが満載な人物ですが、そこがまた人間的魅力でもあった義明。親しみを込めて鮭様と呼びたいですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。